にちは、ひなたです。今日は春なのでいちごビュッフェ食べます。日本橋に来てるので声少なめでやらせてもらってます。すいません。どうしてもさ、いちご大量に食べたくて、いちごビュッフェ行きたいっていうことで、大西マネージャーに付き合ってもろてですね、はい、今日は張り切って食べるぜっていう動画です。いっぱい食べましょう。そうしよう。腹ペコペコや、何も食べてない。ひなた TV スタート。ナレーションで失礼します。ゼックス日本橋っていうところにやってきまして、そこにね、4階にね、こういうすごい広い開けたバーらしいねんけど、こうお店があって、ここでビュッフェやってるのよ。これですね、春のビュッフェフラワー&ストロベリー。これはあの平日4980円やけど、なんかネットで見たら1000円安なとったから、絶対こっちの方がいいよね。でなんかさっき予約のところ見たら、なんか5月の中頃までやったら予約取れる感じやったから、多分それまでこのいちごビュッフェやってると思うんですよね。あ、ほんだらこうお店の人がな、席まで案内してくれねん。なんかさ、めっちゃいい店来たって感じしますよね。ほんでなんかあのオープニングからね、なんかちょっと編集おしゃれじゃないって思ってくれてた人もいるかもしれないですけど、あのこれはあの気が向いたからです。気が向いたからおしゃれに仕上げています。あ、さ、そして席案内されて座って、早速ビュッフェ取りに行きます。頑張れ。すいません、更新されると思います。すいません、更新されます。やばい、やばすぎです。ここにぴったりです。いや、そうね、さっぱりしてるもんね。アマンドショコラ、忘れるとこまで、忘れるとこまで行った。今日もすごい書き合わせた。これもやば、マグネットやん。やばい。いちごのマカロン。あ、美味しそう。それ何？ハードトフリューやんか。あ、ハードフルルーヌね。あのね、ハードトフリューね。あれか。映えすぎ。念願です。イエイ、ストロベリー。ストロベリー。おー、帰国子女。念願の、いちごビュッフェにやっと来れましたって、英語でなんて言うの？I finally came to strawberry buffet. I finally came to strawberry buffet. Me too. 言わんのか。私文法適当なんで、あの文法許してください。いやいや、大丈夫。いただきまーす。どれから行こう。私はもうこれからです。いちごチョコフォンデュ。いちごチョコフォンデュ。バームクーフェンブル。ブル。ブルやばい。私はチョコレートケーキ、いちごブル、いちごブルです。うまっ、滑らか、ブラウニーかな。うん、うまっ、最高や。ひなた TV。 後輩できたんちゃん。やめてください、やめてください。私はずっと1年目でいたいです。写真送られてきてました。うーん、合ってないんや。じゃあ、あの、耳かけました。
なんかさ、入社式、ま、マカロン、マカロン、うまい。マカロン私最初苦手意識あってさ、高校卒業して上京するって時に、うん、大阪の30期生がね、送別会みたいなの開いてくれて、ならまあ今無限大のユースメンバーにもおる鈴木ララバイっていうのが、ひなた行ってらっしゃいっていう意味で、あの手作りの抹茶マカロンくれて、なんかそれでなんかいろんな不気味さを、マカロン食べたことないのに一発目抹茶とか、しかも手作り、そうララバイが作ったやつ、男がしかもあのめちゃくちゃ仲いいわけでもない確かに手作りなのは珍しい、いろんなのがあって、そのマカロンをちょっとビビってた時もあったんですが、いただきます。うん、うまい、食べやすい、食べやすい、サイズもいいな、うん、いちごいっぱい食べなな、おいしい、もっと取らな、いちごってさ、ほんまに高くない？だいたい1パック4、500円するするするよ、うん、しかもなんか全部な、安く見せたいんか知らんけどな、398円、そう、498円とか、うちの近くのスーパーも安く売ってる時は絶対キュッパ、キュッパってさ、もう自分らが子供の頃からずっとキュッパやん、ずっとキュッパ、やっぱ最初に生み出した人すごいな、うん、すごい、キュッパやったろう、安く感じるっていう、すごい、なんでキュッパなんやろ、深いな、これが当たり前やけど、ん、中になんか入ってます、何、なんか入ってます、どこでやった入社式、会社、大阪の、うん、マゲヒ、そっか伝説の一日があったから、そうです、初の仕事が伝説の一日のお手伝い、唐揚げを渡すだけの係たこ焼き出すだけの係、でもさ、今までの吉本のさ、1年目の一発目の仕事がそれの代ってマジで珍しいと思うで、うん、ちょうど110周年 で、めっちゃラッキーだったと思います、うんうん、マジで、前もさ、動画で言ったかもしれんけど、その日でさ、ほとんど吉本スターコンプリートできるわけやん本当に、私もお笑いそんな詳しくないんですけど、うんうんうん、その時にいたこの人は後から、あ、あの人かみたいな、あ、なるほどね、後から知るみたいな、先輩に可愛がられてたこの方はライスの関町さんだったひなたさん、入学式みたいなのあったんですか？あー、でもね、NSC あったな、入学式、まあその時まだ満劇じゃないけど、今の満劇、あ、ちゃうわ、 NGK かな、 NGK かも、 NGK や、同期ってやっぱどんな感じなの？めっちゃ仲いいかも。私たちの場合は逆になんかみんなで最初大阪に行ってホテル泊まりだったから、うんうんうん、そっかそっか、それ結構めっちゃ仲良く、余計普通の人らよりもグッと仲良くなるか、うん、同期同士でじゃあ仕事のシェアとかしたりするの、うん、こんなのが決まったよみたいな、うん、なんかうち結構普通の会社みたいに何時から何時みたいに決まってないから、うんうん、そのもし時間空いたら同期と一緒になんか企画会議とかしたりとか、まあ、ちゃんとやることやってれば他になんかプラスアルファの仕事なんでも別にやっていいよみたいな感じ、うん、あ、ルミネで同期の子に会ったかも、あ、小林、うんうんうん、大西と同期なんですみたいな、 YouTube 見てますってで、そう、同期も出てるし、だからすごい好きなコンビですみたいなコンビ？コンビ、好きなコンビで、コンビ、 YouTube 見てますコンビだったんだ、うちら同期17ぐらいかな、うんうん、いるんだ、うん、大阪半分ぐらい、あー、そうさ、まあ、配属はさ、もう勝手に決められるやん、これは面白くて、え、何？配属発表されるときにこうみんな座ってるんですよ、バーって、うんうんうん、1人ずつ、あの、あいうえお順で、何々何々部配属なんかそのさ、AKB の選抜みたいな感じで言われるのみたいな、私はマネジメントが良かったので、うん、大西紀穂マネジメントありがとうございますって言っちゃって静かにしてとかで言われる日向さんのことはもともと知ってて、うんうん、ミッフィーで知ってたから、ミッフィーの人だ、ミッフィーの人だ、お笑い詳しくないから、うんうん、あの芸人としてじゃなくてそのミッフィーで知って、うちミッフィーでいろいろ知ってもらってるんや意外やねんけど、確かに私がミッフィーしだしたのって、うん、リールが始まった頃やった、あー、そうなんだ、リールがちょっと始まる前からストーリーでミッフィー載せてて、うん、で今までのミッフィーをリールにバーって載せてて、うん、リールまで今みたいに普及してないから、うんうん、ものすごいスピードで私のミッフィーが回って、もうほんま軽くしてるだけ20万、30万再生みたいな、それです
ってようコメント来てた。なんなのこれめっちゃ回ってくるけどみたいなとか優しいファンの人が嫌なら見なければいいですありがとう、あの時言ってくれたファンの人ありがとうございますだから大西携帯にも届いてたってことね、うんうん、届いてました大学生の携帯にも。それフォローし、インスタフォローしてた気がする。嬉しい、インスタグラマーとして頑張らないと。ひなた TV うん、なんかそう私聞きたいことあって、うん、なんかいつも結構劇場の公演の間でめっちゃ空きある時あるじゃないですか、うんうんうん、そういう時って何してるんですか。あー結構空いたらまあ誰か誘ってご飯食べに行ったりとか、うん、でもあんまり買い物とか私行かんかもな、うん、ルミネの方がやっぱルミネの中にあるから、うんうん、合間すごい遊べんねやんか。確かにでルミネの合間って2時間半ぐらいあるから、うん、兄さんらと一緒にいろんなスイーツ食べに行って、うん、そうそうスイーツ行ってとかしてるけど、でも確かに渋谷の空き時間は無限大の楽屋でずっと遊んでるかも、うん、確かに。甘いものを食べて今からは、いちごビュッフェとか言ってますけれども一番楽しみにしてた普通にご飯食べます。初めてかも私こういうバイキングとかビュッフェでデザートから食べるの。確かに私も初めて。そうやな、ご飯行こう。行きましょう。今からフード食うか。イエーイ、あばへん、やばい、乗った、あ、来ただから何みたいな感じやなエビ、エビ。意外と日向さんの出身校ってうんみんな知らないのかな。日本大学芸術学部と中高はね、宿川学院っていう兵庫にある。うん、もう今学その学校なくなっちゃって名前変わったんかな。うん、なんか神戸の場所に移っちゃって校長も変わっちゃったから、理事長とかも制服も変わったし、もう何もない、うん、具体的に大学ではどういうことを勉強してるの。日芸だから、うん、なんか気になる。ビュッフェは演劇学科の演技コースやったから、うん、演技の授業ばっかりやった。まあその必修科目はあるけど。必修じゃないやつは何勉強するんですか。必修じゃないやつは本当好きなやつ選んでいいけ、大学のよくある心理学とかなんでも、まあ、必修は英語とかさ、実習も必修ではないねん。実習を取らなくても卒業できるけど演技コース卒とは言えなくなるうん、みたいな。実習はね、演技コースは効率悪いよ。なんか1回の授業めっちゃ長いのにこんだけ授業やって2単位かいとか。あ、そうなんだ。なんかあった。ほんまに演技の勉強してセリフを覚えてみたいな、うん、演劇やから舞台の方、うんうん、映画学科っていうのもあって、うんうん、映画学科の演技コースはあのドラマというか映像とかの。なるほど、そこが違うんだ。うん、そっちは多分実際に映像を撮ってみんなで映像を見てってやると思 う、うん、こうナポリ名物な、カタカナ4文字あれかも、ポンデケージョみたいなやつかな、うん、ナポリ名物食べていきます。うん、うまっ。うん、これめっちゃ好きなやつや、うん、好きね。ポンデケージョ、パンの、確かにパン、パンのあれ見た、うん、で、すごい青のりの塩味、うん、美味しい。うまっ、ナポリうまいぞ。ひなた TV ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。ふぅ、お腹いっぱいだぜ。幸せでした。いちごビュッフェというよりも私たちの雑談がメインみたいな感じになってしまったかもしれないけど、なんか興味がある話題を言えてたらいいな、うん、ということで、楽しんでいただけたでしょうか。この動画が良かったと思ったらコメントとチャンネル登録を絶対にお願いします。以上、ひなた TV でした。バイバイ。